こんにちは、どうも、ヒデオワールドです。動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。今回の動画はもうタイトルの通りでして、今回 Amazon でですね、約ね12,000円から13,000円分ぐらい買い物したんで、それらを、はい、みんな見て買ったよ、概要欄にリンク貼っとくからみんなポチってね、よろしくっていう、そういう動画です。よろしくお願いします。ということで皆さん何卒よろしくお願い申し上げます。それでは早速参りましょう。ここにね、はい、皆さん見えてる通りなんですけど、はい、いろいろ買っちゃいました。で、めっちゃ重たい。一つ目いきます。ババーン。ランドリークラシックフローラル、まあ、これ洗濯用洗剤でして、はい、ここに書いてある通り洗濯用洗剤ということでクラシックフローラルですね。このランドリー、皆さんランドリーご存知でしょうか。今僕が使ってる洗濯用洗剤、まあ、洗剤ですよね。で、何使ってるかというとランドリーっていうね、高いやつ使ってるんですよ。マジで贅沢。これめちゃめちゃ個人的におすすめです。会社のね、女の子に、女性の方にですね、あれいい匂いですね、めっちゃ嗅がれる。本当はありがたいです。本当に嬉しいです、まあ、それぐらいなんかランドリーいい香りらしくて、僕ちょっとわかんない。なのでこの洗剤の詰め替えを買ってみました。本当にね、最近使い始めたんですよ。1ヶ月2ヶ月前ぐらいとかかな。でそれまではソフランだっけ、ああいうの使ってて、もう僕結構ね好きなんですよ。ソフランとかああいうシンプルなやつも好きなんですけど、まあなんかランドリンは要するに男性だけじゃなく、まあ、女性受けもいいらしく、あ、じゃあこれでいいやということでこれの詰め替え買いました、はい、ランドリンのクラシックフローラル詰め替え 720g で、834円でした。ただ僕の近所のそのスーパーとかドラッグストアだとランドリンのこれ売ってないんですよ、はい、なので Amazon で買いましたという。概要欄にリンク貼っておくので気になる方はチェックしてみてください。はい、2つ目こちらランドリー、また買い、ランドリーのですね、はい、これが柔軟剤でございます。ランドリーの柔軟剤、これ何かっていうと、これもさっきと同じクラシックフローラルの香りでございまして、はい、これねいいっす。これドラッグストアにも売ってるんですけど、まあなんかわざわざ買いに行くのもあれだってことで Amazon で今回ポチりました。これねお値段が1429円です。結構大容量なんで、これで長期間使えるわけなんで、まあお得ですよね。このねランドリーの柔軟剤は昨年ぐらいから使ってるのかな、なんですけど、はい、こっちの洗剤の方は本当に今年から使うようになったって感じなんで、まあ簡単に言うと、もうランドリーで統一したらいいんじゃねっていうことでこれにしましたということです。これ概要欄にリンク貼っておくので気になる方はチェックしてみてください。はい、じゃあお次参りましょう。お次はですね、こっち行くか。まずこの2つありますので、こっちから行きますか。これも動画分割して一個一個詳しく出すので、よろしくお願いします。まずこちらですね。じゃじゃーん。やばくないこれ。すごくない？これ何買ったかっていうと、ビゲットみたいな、まあ多分中華ブランドというか中華製なんだろうけど、まあこれ6点セットの指輪でございます。これなんとお値段999円でございます。はい。999円。6点セットなんですよ。はい。6個6つ入ってて超お得じゃない？コストパフォーマンス高くない？てか今の時代マジですごくない？昔僕が中学生とか高校生の時だったらさ、なんか溝の口とか原宿とか行ってさ、ようやくなんか黒人の店とかでさ、こういうの1個500円とか1000円とかで買ってたのがさ、今これ6点をギュッてまとめてさ、しかももうなんか今時っぽいやつ、なんか今時のこう柄とか有名人がつけてそんなこう見た目のやつが6点にまとまって、しかも家にいながらスマホポチポチしながら自宅のなんか郵便受けとかに届くっていうさ、今の時代マジで最強だよね。まあ今回これを買いました。まあこれは次の動画とかでそういった動画を撮ろうかなと思ってますので、はい、よければチェックしてください。これも概要欄にリンク貼っておきますので気になる方チェックしてみてください。そしてお次がこちら、はい、これね2つ中に入ってたんですけど、これも一個一個紹介します。じゃーん、こっちの方からいくか。シアーズっていう、はい、小豆チェーンつって、まあ今これごめんなさい、多分袋だけなんですけど、中にねネックレスが入ってまして、多分画像とか出てると思うんですけど、はい。このあずきチェーンっていうやつの、なんかシルバー925とかいうやつ。これ今ね、袋入ってるちょっとわかんないと思うんですけど、ネックレスが入ってまして、まあ画像とかここで貼れたら貼っとくんですけど、まあこんな感じの、まああずきチェーンつって、まああずき柄っていうのはちょっとわかんないですけど、はい。あんま正直詳しくないですけど、まあそれのネックレスでございます。で、50センチのものを買いました。なんかいろいろ何センチ何センチあるんですけど、とりあえず50センチなら僕のこの首のここら辺で似合うのかな、みたいなのをちょっと想像して買ってみました。お値段がですね、なんと940円です。今時やばいでしょ、マジで。Amazon やばすぎ。ってことで買ってみました。で、お次がこちらですね。はい。かっこよくない？ちょっとこれ結構いいなと思うんですけど、はい。見えますかね？何かっていうと、はい。プエンテっていうなんかね、まあこれも Amazon のショップの名前なんですけど、プエンテっていうところのショップで買ったブレスレットでございます。4面カット入り小豆っていうのを買ってみました。4面入りカット小豆。はい。ちょっとなんか小豆っていうのがこういう形で、4面カットっていうかこう4面にカットされて、で、6面カット小豆とかいろいろあるんですね。はい。いろんなのあんなってちょっと勉強しつつ、まあなんか僕的には4面カットか6面カットとか、こうちょっとオシャレなのかな、かっこいいかなと思ったんで試しに買ってみました。で、僕が買ったのがですね、10ミリ
の18センチのものを買ってみました。住民の18センチのものですね。以前僕 Amazon で、ね、セイヤーインターナショナルみたいなところのブランドのブレスレットを買って、あの、ね、21センチかなのものを買ったのかな。つけてね、あの、かっこいいんではあるんですけど、ちょっとこう、ジャラジャラ感が出ると言いますか、っていうのがあったんで、どうしようかなと思って、今回試しにちょっとこの18センチのものを買ってみました。で、お値段なんですけど、999円です。いやさ、Amazon やばい。だからこれ今僕今日999円じゃ、まあ約これ全部、約999円とかで買ってるわけじゃないですか。この値段払えば、とりあえずこう銀アクセサリーが手に入る時代、やばくないですか普通に考えて。家にいながら銀アクセサリーを手に入れられるという。まあ、今回そういうことでちょっと試しにいろいろ買ってみました。これ全部概要欄にリンク貼ってあるんで、気になる方はチェックしてみてください。じゃあお次がこちらでございます。また一個一個やっていくか。はい。まずこちら。じゃーん。これはもう鉄板というか、以前僕の動画でも紹介したことあるんですけど、ディアナチュラの、はい、マルチビタミン&ミネラルですね。で、39種のアミノ入りということ。亜鉛強化版、亜鉛ストロング版みたいなやつ。これあの僕買ったのがこれ300粒。まあ、100日分なんですよ。まあ、大容量のやつですね。なんとお値段2209円でございました。これなんで買ってるんかっていうと、あのシンプルに僕が今もう昨年からまたサプリメントをちょっと始めたんですけど、ずっとこれ飲んでて、昔から飲んでたんですよ。僕がオナキンとかをやってた時代だから、6年前とか7年前とか、それで筋トレして増量して59キロになりましたとか、保育園で働いてました、4時間睡眠でしたみたいな、そういう時代、車ありましたみたいな、そういった時に飲んでたもん。本当にこれめっちゃ おすすめっていうのも変なんですけど、本当にこれね、僕にとっての自分の力をこうブーストさせてくれるようなアイテムだと思ってて、まあ、これがあの減ってきたんで、あ、じゃあ追加で購入しとこうということで買いました。これも概要欄にリンク貼ってことで、気になる方はチェックしてみてください。で、お次がこちらです。じゃじゃーん。アエン&マカ、アエン&マカとか、アエンマカですね。僕アエンいくつか結構飲んできてるんですよ。まあ多分これ動画ご覧いただいてる方も、割とドラッグストアとかアマゾンとかでありとあらゆるアエンを試したことあると思うんですよね。ありますよね。アエンのすごいシンプルなやつとか、独自のブランドのやつとかさ、いろいろあると思うんですけど、個人的にはこのアエンマカがなんか自分の中のこのなんていうの、勢力って言った方がいいですよね。もうシンプルに男としてのその勢力を高めるっていう意味だと、これがなんかね、僕の体に合ってるんですよね。これディアナチュラのあれなんですけど、ディアナチュラとはまた別の、なんだっけ、あれ忘れちゃったけど、あれのまた別のシンプルなアエンとかも割と僕はうわーってなる気が、追加で購入しました。これもね、もうずっと飲んでるんで、減ってきたんで買いました。これお値段が、784円でございました。僕が買ったのこれあれなんですよね、120粒分、60日分、まあ、2ヶ月分です、ね、これも概要欄にリンクがあったので、気になる方はチェックしてみてください。こちら、じゃーん。DHA 開けちゃってるんですけども、はい、あのこれ僕が普段から摂取してるあれですね、 DHA でございます。これもディアナチュラですね。僕なんかディアナチュラ多いの、はい、これたまたまです。たまたまいろいろ試した結果、なんかこれ合うよねっていう、なんかなんとなくな感じで選んでます。 DHA、 はい、 DHA が 350mg 入ってますよとか、 EPA もなんか入ってますよみたいな。これお値段1218円でした。竹60日分でした。これなんで飲んでるかっていうとね、やっぱねこれね、まあ、ここに書いてあるんですよ、仕事勉強みたいなんです。まあなんか僕的にやっぱこれ飲んでる方がね、自分の中だとこれ飲んでる方がこうなんか言葉がスラスラ出てきたりだとか、インプットはかどったりとか、アウトプットもこうはかどるというかっていうので一応飲んでます。ただこれ僕これ1日これ3粒ですね、はい、1日3粒を目安にお飲みくださいって言うんですけど、はい、これね1日3粒飲んじゃうと僕のねお金がなくなっちゃうんですよ。1日3粒も飲んでたらもうね高級品ですよこれ。だから僕はどうしてるのかっていうと、朝に1錠飲んで、夜も飲めたら飲む1錠、だから1日飲めたら2錠で基本1錠って感じ。贅沢品ですから。だから本当になんか気持ちですよね。あのプラシーボ効果っつった方がいいですから、で飲んでます。でしかも最近だと僕あの煮干し、塩が入ってない無添加のししゃもじゃなくて、なんだっけ名前って考えちゃった、まあ、それを食べてるんですよ。でそれをね割とちょくちょく毎週というか食べてるんですよ。一応タンパク質補給にもなるし、 DHA あの補給にもなるという、あのねそれ食べてるとね割とねこうなんていうの、体のパフォーマンスもいいんですよ。やっぱり魚を摂取してるとね、こうなんか体脂肪というか、体の筋トレのこのなんかわかりますか、筋肉のなんか体調具合といいますかもそうだし、この脳みそのその回転もそうだし、正直これを今後は続けるか続けないか今考えてるんですけど、まあ、とりあえず今最近飲んでて、まあ、今のところパフォーマンスがその何下ってなくて、横もしくは上なんで、じゃあ飲もうっていうことで、はい、継続で買いました。概要欄にリンク貼っております。ラストはついに来ました。エビオス城来たよね。いやこれさ、このヒデオワールド動画で2024年になってまさかのエビオス城が出てくるとは多分思ってなかった人いるんじゃないですか。いやそこまでコアなファンいるか分かんないですけど、はい、すでにごめんなさい開けちゃってもうすでに飲んでます。エビオス城でございます。はい、
すげえ、久しぶりだよこれ。このエビオス錠なんですけど、2000錠ですね。はい、2000粒入ってるやつを買いました。これね、アマゾンだとね、なんかいっぱいちゃんと高評価されてる正規品って言い方なんですけど、それはね品切れだったんで、いくつか探して、なんかとりあえずあったのが2890円でした。これもしかしたらドラッグストアとかの方が安かったのかな。とりあえずもうなんかね、あ、これ飲みたい、今飲みたいと思ったからアマゾンでポチっちゃいました。あの、皆さんも多分お近くのドラッグストアとか行くと、大体このエビオス錠の、まあ、2000粒とか、これよりちょっと小さいバージョンが置いてあると思うので、あの、もしよければそこらでこう試しに買ってみるのはいいかと思うんですけど、まあ、ちょっと僕は今回アマゾンで、はい、あの2000粒のやつを2890円で買いました。これ、ここを見るよりこっちの方がいいですね。こっちの箱の方が、こっちの方がちょっと分かりやすいというか、胃腸が弱ってると感じてる方にとか、お腹の張りが気になる方にとか、なんかビタミンとかアミノ酸とかなんか不足してるかもみたいな、そういった方とかになんかいいんじゃねみたいなやつなんですけど、で、摂取量がですね、はい、もうこのなんか15歳以上とかだと、なんか10粒以上、1回10粒なの。だから、朝昼晩飲む人はもう合計1日30粒飲むわけですよ。どんだけ飲むんだよって感じだと思うんですけど、僕も昔それで茶飯食って、もう朝10錠飲んで、で、朝からめっちゃご飯とか食って、ヨーグルトとか食って、で、保育園行ってみたい。で、保育園の仕事中の休憩も飲んで、で、プロテインも隙間時間に飲んで、で、夕方にね、6時ぐらいとかに仕事終わって、そこからジム行って筋トレして、で、サラダチキン食って、まあ、そういった生活をして体重をね、増やしてた時期もあって、めちゃめちゃ体もね、すげえ、なんか増量してた時期があるんですけど、まあ、見事その時、睡眠時間とかを超削ったりとか、あとストレスフルだったりとか、あと予定を断れなかったりとか、で、寝る前にも飯を食ったりとかいう、なんかすごい最悪な生活をいっぱいしてて、結果的に体調を崩すっていうことでね、いろいろ人生を、積みそうになっちゃったんですけども、まあ、その時に飲んでたのがこのエビオス錠。で、なんでじゃあ今エビオス錠買ったのって思った方いると思うんですけども、シンプルに一言言わせてください。飲みたくなったんですよ。意識してるわけじゃないですけど、割とこう、オナキンっていう方変なんですけど、別にオナキン推奨してるわけじゃなくて、いろいろ前立腺のさ、そういうガンとかいろいろあると思うんで、ちょっとあんまり推奨する気はないんですけど、今働いたりとかして家帰ってきて、で、その後こうなんかブログ、YouTube やったりとかしてたりとかすると、なんかね、そんな生活をしてると、なんかオナキンがなんか3日、5日、1週間、気がつけば2週間みたいな時があったりとかして、まあ、それはそれでね、おもろいなと思って、まあ、もちろん毎日かつ、シャキッとするのがね、割と実はいいらしくて、で、最近僕もちょっと回数を増やしてたら、割とね、性欲が戻ってきてるというか、なんかね、うおーって感じになってるんです。AV ダイエットのシミケンさんもおっしゃってる通りで、1日1回やっぱ最低でもやっとくことによって、こう筋肉と同じで、我々の伝説の殿下の宝刀、スーパーブレードソードがやっぱ硬くなるんですよ。硬くなるし、でかくなるし、まあ、そういうのとかも含めて、なんかね、最近ちょっと自分の中で、まあ、いい意味で過去のなんか自分のそのなんかこのねグオーっていう感じをなんか感じたんですよ。なのでじゃあちょっとそこもブーストするのありなんじゃねと思ってエビオス錠を買ってみました。でも本当なんとなくなんですよ。これをね、普通って言い方ちょっと変なんですけど、飲む方ってどうはどういう方かっていうと、例えば今めっちゃ筋トレしてます、今めちゃめちゃ増量してますっていう人とかのお腹胃もたれするじゃないですか。鬼いっぱい食ってるとさ、わーお腹が張ってなんか変な感じみたいな、ああいうの消化を助ける、もういわゆるこの胃腸を元気にって書いてある通りでして、はい、どっちかというとこう胃薬的な要素なんですよね。まあ、ある意味自分の中のちょっと自己投資とちょっと実験も兼ねてちょっと試しに買ってみようということで買ってみました。ちょっと喋りすぎてしまったんですけど、まあエビオス錠今回試しに買ってみたよということでした。今回紹介したアイテムたちは全部概要欄にリンク貼っておくので、もし気になった方とか、あ、ヒデオワールドこういうの買ってんだ、試してみようって、ちょっと同じものをね使ってみたいなって方とかは、ぜひ概要欄のリンクからちょっとポチっていただけたら幸いです。はい、ということで今回の動画が面白かったためになった参考になった、なんかヒデオワールド応援してあげたいと、あ、ヒデオワールドなんかちょっと成長してねえかって、ちょっとか少しでも1ミリでも 0.5 ミリでも感じてくれた方は、何卒チャンネル登録、高評価、そしてコメントとかもどしどしお待ちしておりますので、皆さんよろしくお願い申し上げます。ということで今回の動画は以上となります。最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。